はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、ピュアリーにですね、新規カードがね、実装されまして、久しぶりに、何億年ぶりだろうか、ピュアリーを組んできたんで、回していこうかなというふうに思っております。新規カード、エピュアリーノワールと、いうモンスターと、あとこのピュアリーシェアリーというカードですね。エピュアリーノワールちゃんが、まあ、ちょっとこのポーズの癖強すぎるんですけど、このモンスターどういうことかっていうと、まず一旦に一度手札を一枚捨てて、相手のフィールドのカードを、対象に、バウンスができますという効果ですね。ピュアリースリーピーメモリーと書いてあるんで、スリーピーメモリー対応のエクシーズモンスターとなってます。ピュアリーノワールそのスリーピーメモリー対応のモンスターが今までいませんでしたので、一生実装されませんでしたので、まあ、やっとここで実装されて、そのスリーピーメモリーで、墓地に落ちてるときに、その黒ピュアリーから変身できたり、その白ピュアリーから手札のカードを使って変身できたりできるようになりましたと。で、こいつ速攻魔法発動時の効果何するかっていうと、自分が速攻魔法ピュアリーのカード発動したとき、フィールドのそのカードを素材にしながら、デッキからピュアリートラップカードを1枚セットできるっていう効果なんですよ。で、ピュアリートラップカードは、まあ、この2種類基本的にあるんですけども、このピュアリープっていうカードとピュアリーシアリーをセットすることができるようになりました。デッキから直接的に。はい、だから、まあ、理想ムーブはそのエピュアリーノワールを盤面に出してある状態で、速攻魔法を連発してトラップカードをめっちゃセットするっていう、これが一応、ね、理想ですね。はい、でピュアリーシアリーはどういう動きをするかっていうと、ピュアリーエキスモンスター対象になって、デッキからレベル1のピュー出して、で、対象のに取った、エクシーズのピュアリーのモンスターとは異なる属性のエクシーズモンスターを、出してから、速攻魔法を下に重ねることもできますよみたいな感じの効果になってまして、例えばプリティメモリーとかスリーピーメモリーとかを素材にしてる、ノワールが、盤面にいるとして、そいつを対象にとってシェアリーを打つと、同じランクで属性が違うやつ、例えば、まあ、プランプとかこのビューティーですね、ビューティーとかをエクシー召喚インチキ召喚しながら、デッキからそのこいつの下に入ってるプリティと同じやつをここに下に重ねるっていうことができるんで、一応一妨害増やすことができるんですよね、シンプルにピュアリーシェアリーの効果で。これが、結構、強力になってまして、これをね、あのデッキからセットする動きを今回はしていきたいなと思って、こんな感じのデッキにしてます。で、ですね、ピュアリーの、デッキって、まあ、いくつかその組み方はあると思うんですけど、今回はちょっと財宝ギミックを採用した、財宝ピュアリーにしておりまして、ゴーストリックをがっつり採用しております。ゴーストリックギミックがね、めっちゃくちゃ手札増えるので、その財宝ギミックからスネークアイ回して、スネークアイで未来竜王に行く途中でゴーストリックをかませると手札めっちゃくちゃ増えるんですよ。だその手札増えたのを使って、ピュアリーの速攻魔法を打っていくっていう今回構築にしてますね。これ一応めっちゃ分回ると、その未来竜王プラスダブルノワールとかができるようになってますんでね。でしかもなんかめっちゃドローできるみたいな効果があって、すごい強いんですけども、ただこの弱点として、これ見てもらったら分かる通り、そのギミックパンパンになってまして、あの手札配置がね、ほとんど採用できませんでした。あのゾージーとかウララとかぐらいなもんで、まあ、一応スネークアイからの反逆とか、あのね、アセンブリーからのアーゼウスみたいな、一応まくり札は用意はしてるんですけど、ちょっとやっぱ後手のね、まくり力がちょっとやっぱ若干弱いかなという気はしますね。手札配置が全然入ってないんでね。しかもなんかピュアリーってやっぱめっちゃドローできるんですけど、ドローした時の手札がね、そんな強くなんないんで、まあちょっとこれはね、考え物かなと思うんだけど、ただやっぱ先行で、その、ダブルノワール未来利用決まった時の、ちょっと、なんか、強さが、ちょっとすごくて、なんで、ちょっと今回は僕はこれを入れて回してるというところですね。はい。他にもね、なんかその、宝玉入れる方とか、あと、単純に普通に手札誘発いっぱい入れる方とか、もう一応ありますので、その辺は、お好みで、皆さんも試してみていただければなというふうに思いますので、早速ね、この、エピュアリーノワールのパワーをお見せしていきましょう。デュエルスタンバイ。ピュオピュオピュオ。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ポケモンブリーダーです。さあ、ポケモンブリーダーデッキ、分回していこうと思っております。さあ、スネークアイズポープルスの効果を発動。スネークアイズポープルスの効果によって、で現在法スネークアイを、サーチし、現在法スネークアイの効果を発動。現在法スネークアイの効果によってポープルスをリリースし、自分のデッキから、スネークアイエクセルを特殊召喚。エクセルの効果を発動。
これあれなんだよね、スネークアイデッキに見せかけてるんだけど、あの全然スネークアイデッキじゃなくて、フランベルジュも入ってねえし、なんならオークも入ってねえし、これあのただね、レベル1が2体並ぶっていうギミックだけで採用してます。で、ポプルスを持ってきながらポプルスの効果を起動していく。で、ポプルスが特殊召喚され、でレベル1のモンスターが2体でオーバーレイしていくスタイルですね、これ、はい。で、ゴーストリック・デュラハンで、ゴーストリック・デュラハンからの、ゴーストリックの打点師。打点師はちなみになんですけども、オーバーレイを使いますと、ゴーストリックマジックトラップカードを1枚をサーチできるという効果がありまして、これターン1ラインですけども、これで、ゴーストリックショットというカードを加えます。これもう最近全然見なくなったんでね、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、一応その何ピュアリーはゴーストリックギミックとめちゃくちゃ相性が良くて、もう要は打天使打天使を出すことによって未来流用を立てて、で、しかも手札がこれこのギミックめちゃくちゃ増えるんで、ピュアリーって手札コストが基本的にはいるんですよね、その展開するときに。なのでここで、こんだけ手札が増えるので、これを手札コストとして、まあ、速攻魔法を打っていくという、ね、デッキになってます、はい。これめちゃくちゃ強くないですか、これね。これ手札6枚になって未来利用だったんですかね、はい。まあ、さすがに入れざるを得ない最強のムーブと言っていいでしょう。さあ未来利用ホープが出てきて、でさらに、ピュアリースリーピーメモリーを、発動。スリーピーメモリーの効果によって、デッキからレベル1のピュアリーを特殊感、これちなみにあのゴーストリックリフォームは一応絶対文字を取ってください。でここからの、ピュアリーリリー、これ相手なんもないのとしてね、一応ね、未来竜王でありえん遅いニビルケアはしてるんですけど、でこれピュアリーマイフレンド加える。でマイフレンドを発動、いつも輝いていたねって言いながらマイフレンド発動して、これはね、まあ、一応デリシャスがいいな、一応デリシャスだけど、まあデリシャス以外って何でもいいか、はい。プリッスリーピースリーピーデリシャスデリデリデリシャス、あスリーピー OK、ピュアリーリリーの効果を発動するぜ。ピュアリーリリーの効果によってエピュアリーノワールを特殊召喚、そしてこれが新規モンスターエピュアリーノワールの効果は速攻魔法に直接チェーンして発動することによってデッキからなんとトラップカードをセットすることができる、かっここれを3回使用できる、あまりにも最強。エピュアリーノワールの効果、エピュアリーノワールの効果によって速攻魔法を吸収しながらデッキからトラップカードセット、これ強いんだよマジで。カードをセット、もちろんピュアリープをセットするぜ。さらにスリーピーメモリーによってデッキからカードを1枚、これもう増資いらないか、打たな、いや、わかんない、穴もいらねえな。で、ピュアリーピュアピュアピュアっていうのが出てきて、で、ピュアピュアピュアの効果によってこれうるさいな、スリーピーメモリーを加えていく。調教成功してるからね、これ。これちなみにね、皆さん、ピュアリーをちゃんと調教してないとデッキトップ3枚の中からピュアリー速攻法めくれませんのでね、ご注意ください。で、さらにエピュアリーノワールの効果を発動するで、エピュアリーノワールの効果によって、あとこれあれか、これプリティメモリー吸収しないとあかんの、これ。これシェアリーでプリティメモリー、そうだよな、いやこれあれだわ、プリティメモリーを送っとかないといけないわ、これ多分プリティメモリー送っとけ問題ある、これ結構ぶっちゃけ。これね、ちょっとね、ゴミみたいなプレイングしてるかもしれない、これ意外と、はい。普通にプリティメモリーめくれて、頼む、プリティメモリーめくれてくれ。うわめくれねー、うわミスった、普通にこれプリティメモリー入れないとビューティー出ねえわ、まあ、ちょっとミスったけど、じゃあのね、エピアリー、ピュアリーシェアリーの効果がね、素材になってる速攻魔法を入れるっていう効果なので、対象に取るモンスターのちょっとね、そこをね普通にミスりましたが、まあまあまあ、まあ、十分強いだろこれ、これでちなみにダブルエクスピアリノワールは確定してるね、これもうすでに。でカード1枚を選択して
でさらに、手札を1枚にしている効果は起動しなくてもこれ OK ですね。起動してしまうと、デッキからピュアリーが消えるという事件が起きたりするんで、でここでもう1回ゴーストリックデュラハンを出していく。 OK でこれね、要はレベル1が2体並んだ時にゴーストリックデュラハンを出すと、自分のその墓地のゴーストリック魔法トラップカードの効果でゴーストリックの下にどんどん素材を重ねることができるんですよ。これでこうやってやっていくとね、あのね、あ、5素材以上のねランク2がもう1体出るんですよね。これがなんかそのゴーストリックギミックのいいところで、でこれでさ、こうやってさゴーストリックデュラハン下に下敷きにするじゃん。でもう1回これリフォームって効果使うと、この打天使をもう1回ランク2に変換できるんですよね。はい、こんにちはって言って出てきて、でこのゴーストリックサキバスっていう過去ランク2の上にもう1回重ねて、これエクスピアリノワール出ますと、こうなるとこれどうなるかっていうと、相手のそのスタンバイフェーズで、まあ、ピュアリープ使うとエピアリノワールがエクスピアリノワールになるじゃないですか。そうするとこれダブルエクスピアリノワール未来竜王という盤面になるんですよね。これでこれ本当はちょっとこれミスったんだけど、これあのプリティメモリーがノワールの下敷きになってればビューティー持ってます。ちょっとすいません、ちょっとミスりました。財宝界の悪魔、はい、もうなんかもはや G 打つかこれこれもうもはや G 打つわ。でディアベレスター、はい、ディアベレスター出てくるのうざいので G 打ちまして、はい、で墓穴打ってください。墓穴か抹殺打ってどうぞ。はいはいはい、はい、いいでしょう。で、墓穴の指名者ぶち込みます。ここで、まあ、スタンバイフェーズね、はい、まあ、ピュアリーが除外されるとね、一番やばいから、はい、で、スタンバイフェーズなんてね、スタンバイフェーズ、ドローフェーズはいい。で、スタンバイフェーズ、スリーピーメモリーの、付与効果、カードを1枚ドロー。で、スリーピーメモリーの付与効果、カードを1枚ドロー。で、スリーピーメモリーの付与効果、カードを1枚ドロー。キモいね、これ。で、ピュアリーシアリーの効果。ここでね、そのノワールにね、ちょっとごめん、プリティメモリーを入れてなかった。本当にバカなんだけど俺、これでプリティメモリーが入ってるとこれビューティー出てきて効果無効が打てます。普通に最強です。で、エピュアリープランプの効果が出てきて、まあちょっとあの本当ビューティー出るんだけど、ちょっと普通に、プランプを出すしかないという話で、エピュアリーノワールの上に重ねてこれノワール出します。エクスピュアリーノワール出します。でそうするとまたこれ、これまだスタンバイフェーズ中なので違うモンスターだったので、これでやばい、ちょ60秒しかない、ちょ展開長くこのデッキで、ちょっと待って、早い、ドロ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 、あ、ちょっとドローそんなに強くないんで、まあ、うららとかが引けるかどうかゲーですね。はい、で、はい、こんな感じです。ちょっとね、誘発がそんなに入れ、あー、うざいね。ちょっと帰ってもらうか。エクスピアリーノワールの効果発動、素材を2個取り除くことによって相手のフィールド墓地のカードをデッキにバウンス。さよなら、バイバイキーン。ちなみに何枚バウンスできるんだこれ。 1,2,3,4,5,6 枚バウンスだ。6枚デッキバウンス。未来竜王が一無効あるわ。ディアベルスター、はい、でディアベルスターの効果が起動され、ディアベルスターの効果、エクスピュアリーノワールの効果によって、2枚墓地に送ってディアベルスターをデッキに返す。はい、さよならって言ってデッキ返す。で帰っていく。でセットされた反逆の財宝は未来利用がしょられるんで、これも秒速で返していきます。はい、これ無限に返していきます。無限デッキバウンス地獄。29秒しかありませんけどね。はい、で返してどんどん帰るわ。どんどん帰る、どんどん帰る、どんどん帰る。まだバウンス残ってますからね。はい、かがり火強いね。相手なかなか反応強い。やるな。はい、でスネークアイズポプルス、はい、でポプルス効果、ポプルス効果はいいや。ポプルス効果で発動をパクればいいか、未来竜王効果で、ここで、素材取り除いてポプルスをパクリ無効になる。
で相手の手札1枚それもバンするからな。あ帰れお前やばい15秒しかない。デッキにバンクスしすぎて15秒しかない。よし神ゲー。いや幼女来すぎ、幼女来すぎ問題について。エクレシア、はい、エクレシアラビレンスから、裏で2枚あるから打っていいかな。ドラグマンパンチメント打ちたいもんね。これドラグマンパンチメントクソうざいんで、エクレシアちゃんの効果を無効にし、あと手札4枚か。セット何枚あるセット？3枚。いや多いな、まあ、ただあのウララは強いからな。ウララめっちゃくるお前ふざけんなよ。デッキトップ6枚の中に3枚ウララ入ってんじゃねえよ。でピュアリーノワール、ピュアリーリリー効果サーチしたいです。無限砲やめてください。オッケー、無限法要はない。で、ピュアリーマイフレンド、いつも輝いていたね、少年のまま、瞳のマイフレンド、あなたを思うだけで、心は、はい、黙れ、はい、黙れ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 、よし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 、よしいぞ、ちなみにまだ俺はあと変身を1回残る、何一応ハッピー打つしかないのか。これはハッピーときめもするしかない。これときめもときめもするしかない。一応破壊はされない。でもヌトソされないのどうせな、どうせヌトソされるってことは、これドラゴンパッシュメント2枚入ってこっちってことか。うわー、ゾウジー決めどうしよう。これこれ出さないじゃね、これモンスター。これ待って、ちょっとさ、これモンスター出したところでさ、まだ伏せ1枚あんじゃん。まだ伏せ1枚あんの、まあまあキモいよね、結構これ。いやー、うぜえ、マジで。これ、どっちにしても破壊されるんだよな、どっちかは。どっちかは破壊される。アンド、ちょっと待って。俺、ハッピネス入れてるんだよな。これ超高速エンドしたから、マジで。これ、超、超高速エンドしたの、マジで。ほんと、もうこれでいいわ。あ、あれだろ、裏なんで止まるだろ、あのデッキ、多分罠は、基本的に。なんとかなると思うんだよな、ちょっとマジで、アリアンナとかマジでやめて。アリアンナとかが本当にうざい。シンプルに。バトル、オッケー、いいよ。オッケー。まあ、とりあえず、リニーが殺されるのはもう致し方ない。相手の伏せ1枚ね。伏せ1枚なんなのか問題だよな。うわ、ショットかまあ、ショットと、まあ、ピュアリープリティメモリーをかましに行くしかなくて、でプリメモから、お互いにライフ1000回復してデッキからまあさすがに黒だよな。黒マイフレンズするしかないもんなこれな。はい、で黒出して、で黒効果で、マイフレンド確定サーチ、速攻魔法サーチさせてくんない？黒ピュアリーで。そしたら白ピュアリーの意味なくなるかそしたら白ピュアリーの意味なくなるみたいな話はある。マイフレンド発動、あれなんだろうね、あの伏せカード、あの伏せカードなんだろう。これさ、パニッシメントとかだったらさ、またこれそれはそれでクソうざいんだよね。これ何あの伏せカード。ちょっと一応さ、普通にさ、これさ殴ってみるよ。これアーゼウス乗っけて全部しょってからマイフレンドで展開したいんじゃない、これワンチャンあるよな。普通にこれビューティー出しまして、ビュー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 ティー出します。でこれでビューティーでぶん殴りに行くの結構ある。あ、だるまか、なるほどね、だるまか、はい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 、なるほど、だるまね。オッケーってことはこれ全部踏んだな。オッケー、とりあえずアーゼウスで、マイフレンド流しちゃうかもしれなかったから、ちょっと発動するわけいかなかったんだよね、これ。癖か何かによるんだけどね。でこれでですね、召喚剣使ってんだよな。多分ね、モンスターを持ってきた方がいいよね。いや、まあ、これとりあえずさ、こうして、で、まあ、どれか加わります。はい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 。
で、これ召喚して速攻魔法をめくれたら未来竜王あるか。速攻魔法をめくれて、1体出して、いや難しいな、これ裏の残しときたい感もあるんだよね、これ。これエンドじゃねこれ。まあ一応行くか、一応行こう、一応行くわ。で、速攻魔法がめくれるかどうか問題。はいはい、あ、めくれる。あ、デリシャス、おー強いな、普通に。それ普通に強いぞ。なるほど、じゃあ盤面作りに行っていいんじゃねえか。これでデリシャス吸収して、こうして、はい、でここでプランプ、多分ね、これプランプそんな簡単に多分これ抜けないんだよね、相手守備高いから。でトラップだからさ、一旦遅いじゃないですか、あの相手のその展開が。でしかもその展開してるトラップが裏らで止まるんで、多分ねこれ相当抜けないはずなんだけどな、これ、まあ、ビューティーはちなみに抜かれるかもしれないけど、ね、うん、ビューティー抜かれるは抜かれるでしょうがねえな。さあ、お相手し手札が2枚、どうするここで、まあ、アリアンナとか出てきてもね、一応ね、結局なんかそのサーチしたトラップをね、あ、金券 OK、サーチしたトラップに裏らぶち込めばいいから。さあどうする、これだ、あ、だるまだりな、だるまだりな、まあ、ピアリーに対してはね、だるまカルマがね一番刺さりますからね。はい、エクスピアリーノワールしょられますからね、絶対に裏側になるか、あのしょられるか、どっちかを選ばなければならない、ね、ターン終了時で、吸収しましょう、魔法トラップカードを。これで一応素材がめちゃくちゃな枚数の、エクスピアリーノワールが爆誕はするがといったところ。なるほど、 G か。エピアリープランプの効果を発動し、魔法トラップをめちゃくちゃな枚数吸収していく。さあこれで、8、9素材ノワール9素材ノワールが爆誕するがよろしいか。9素材ノワール爆誕するぞ。いや、いいらしい。とりあえずダルマガルマ、でもダルマガルマここで打ったところで意味ないもんね、確かに。裏ね、反転召喚されるだけだもんね。でここでこう、よし、とりあえずダルマガルマ踏める、一応これで。ただ打たれるよな、絶対に打たれはする、打たれはする。でエクスピアリノワールの効果を発動、エクスピアリノワールの効果によってこれね、プレイヤーにシール効果なんですよ、ダルマカルマって。表側のカード墓地送る効果だから、これね、マイフレンドの効果がね、起動されないんだよね、エクスペアリノワールを送っちゃうと、表側の状態で。はい、ダルマカルマ効果、まあしょうがないよねこれ。まあとりあえず、なんかとりあえず全部戻しに行くしかないわ、まあ、全てのカード戻しに行くわどうせ裏になるから。でお前のそのエクレシアちゃんも戻し、でさらにこれもすべてを、すべてを無にきしていくぜ。うわ、でビッグウェルカム墓地にあると鬱陶しいから、これだな。使える素材全部吐いて、使える素材を全部吐いて、チェーン5まで組んで、相手のカードすべてデッキに戻し続けてはいはいはい、と OK、いいでしょう、まあ、そのぐらいは勘弁してやるぜ。からのちょっとな、ビアリーマイフレンド発動で効果起動、まあこれスリーピーとかでいいのかな。うーん、スリーピーよりもだから通常召喚した方がなんかいいか、一応コリア、はいはい、速攻法ちょっと手札コスト切るんでちょっと切りたくないですもんね、ウララとボージーは。はい、あれ白ね、オッケー。で白召喚、まあ、多分これ速攻魔法さすがにめくれると思うんだよな、こんだけ圧縮してるから。あ、め、あぶねーあぶねーあぶねー、おいめくれねえことあった普通に。でプリティメモリー発動で、多分これ裏残した方がいいね、裏残した方がいいわ。でこうでしょ、でこうで効果発動
で、これでリープで、レベル1のモンスターに対で、これあれ時間間に合うかな、ゴーストリック、デュラハンで、ダッテンシ、いやこれ未来利用まで いけるかな、これ40秒ちょっと怪しいぞ。で、オーバーレイト1つ使う、デュラハンからのショット、はい、でショット効果起動、あちょっとじゃない、デュラハン効果起動、ショット回収で、ショット発動、いやー頑張れ頑張れ、いけるぞ、お前ならいける、リュウ、リュウ実況チャンネル頑張れ、魂見せろ。でゴーストリック、やべこのゲーム時間なさすぎんだって、絶対マジで時間ないわ、真面目に遊戯王してたら絶対時間足りねえよな、このゲームどうなってんだよこれ。300秒にしろって意見言ったやつ誰、メタビとかもう罠パカしてるだけのやつだろ絶対。マジで本当にさ、真面目に遊戯王したら300秒で足りるわけないんだって、現代遊戯王で300秒で足りるか別に、回復が短いんだよ、回復がマジで短い、回復60秒はね本当にね、エアペとしか言いようがないね。これはセット、さあ口があるなっていますアルティメット口悪いゲーミングになっております。で、メンツ入って、エド。オッケー、よし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 。で、これとも生きたい。で、お前、回復、30秒じゃん。60じゃねえわ。30かよ、回復。しょいの。見てくれ、相手のターン30秒やぞ、回復すんの、これ。いや、30秒回復して何ができんだよ、これ。しょいの。パシロシ。リーパーズの、エクスピアリーノワール出して、マジでさ、いや別にさ300秒は別に300秒で全然いいんだけど、その回復時間さすがにさ30はエアップじゃない皆さんこれどう思います、マジこれエアップだと思うんですよね、これに関してはせめて100じゃん回復で。まあと言っていたらなんか知んないけど、相手なんか何もできなくなってそうなんで、ゴーストリックショット爆発させて、デュラハン出してからのっていうか、これ打点いくつですか、6000なら5000、おい来た、神ゲーバトルフェイズ、ここへゴーゴーゴー、対戦ありがとうございました。ちょっとお知らせ書くわ、さすがに回復30秒でさすがに短い、デリシャスメモリー生きてるのでかいな、デリシャスメモリー初手はでかいぞ、かなりデリデリデリシャスメモリーはなかなかにでかい、瞬速のカバーバリキテリウム懐かしいな、すげえモンスター使ってるな、自爆囚人、あ何グランドキーパーやばいぞ、そいつやべえ、やべえやべえ、ちょっとなんもない、まずい、自爆心結構これ展開通っちゃうとマジでやばいんだよな、展開通すのクソむずい2枚コンボデッキの癖しやがって、でけえ顔してんだけど、これ展開通るとまあまあ強いんですよね、自爆心デッキって、まあ、展開通んないんだけど普通は、じゃあ俺何も引いてないから通るんだけど、今回はガーデンローズメイデンブラックガーデンか、いやーこれ結構やばくなりそうだな、これどういうデッキですか、でブラックガーデンちゃんのフィールド魔法が発動されて、あーされない、2回興味シンクロフィッシュが先に発動されていく、レベル8のシンクロモンスターと、あと融合モンスターが、魔法カード1枚出てくるという神コンボで、ジオグリフォン、ジオグリムリーナーちゃんと自爆心してんね、偉いね、ちゃんと自爆心してるわ、あ長官だ、長官じゃん、で長官効果特殊感、なるほど、はい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 、で召喚効果特殊召喚からの、自爆心モンスターサーチング、着地あるわ着地あるわ着地あるわ、やばいなあれですね、守備表示だと相手バトルフェーズできないっていう効果ですね、こういう効果は、あとあの守備力分あのバーンダメージ与えるっていう効果、守備力半分かの分だけ、バーンダメージ与えるっていう効果あります、エンシェントフェアリーか、なるほど、エンシェントフェアリーブラックガーデン、ブラが発動からのエンシェントフェアリー爆破、フィールド魔法持ってくる竜の警告、
竜の警告発動、なんかこれ見たことあるな俺はこれ見たことあるな。デッキからドラゴンドローンサイトポチ送る、でシャチ送って、これリンゴブロミやろ、そうやろなあ、やばい、ちょっとなんか全部何が起きるか分かったかもしれない何が起きるか分かった気がする。ですね、これはい、でリンゴブロムで100均トークンから、100均トークンとか多分エンシェントフィアリードラゴンで、まず多分急シンクロが入りまして、パワーツールブレイバードラゴンが出てきますよね。はい、でパワーツールブレイバードラゴンの効果で装備魔法がいっぱい装備されるっていう効果ありますので、ここで妖刀竹光、なんか俺竹神刀竹光とかそっち系のカードが、あれなんか装備カード全然装備されないやん。あ、持ってんのかい。メタルシルバーアーマー装備、ブレイバー以外のモンスターがどっからでも対象取れなくなりました。パワーツールブレイバードラゴンの効果、妖刀竹光墓地を送って表示形式を変更するか効果を無効にする。で、妖刀竹光の効果を発動して、デッキから竹光カードがサーチされて、燃え竹光がサーチされていく。で燃え竹光の、カードが発動されて、竹光カードが発動するとメインフェーズが1スキップされる。次のターンの俺のメインフェーズ1スキップされた。ドローフェーズ、スタンバイフェーズ、エンドフェーズになるかもしれない。でまだでもバトルフェーズで、バトルフェーズはできる可能性があるから、メインフェル2ができる可能性がある。メインフェル2ができる可能性は一応ある。バトルフェーズができれば、バトルフェーズができないプレイヤーはメインフェル2を、発動する、発動っていうかメインフェル2に入ることができない。メインフェル2に入ることができない。バトルフェーズがは、行えないプレイヤーは、ジオグリフォンの効果発動ちょっと全部理解したわ。ちょ、マジでやばいこと起きた。はい、ジョグリフォンの効果は自爆心が、特殊ができるという効果ですね。はい、で何が出てくるか、どんなモンスターが爆誕するんですか。シャチ出てきたシャチは守備表示で存在する限り俺はバトルフェーズを行うことができません。何が起きてるか皆さん分かりますか。そういうことなんですよ。つまりですね、僕は今からスタンバイフェイス、エンドフェイスっていうことが起きますフィアリー効果、はい、あ、はいはい、速攻魔法なんかめっちゃ大きい、あー、なんもない。速攻魔法がめくれれば一応壁は生成できたんだから。で、マイフレンド、はいはい、スタンバイフェイス、バトルさせてもらっていいですかね。バトルフェーズを行わしまってよろしいでしょうか。それに、このデッキ人間とやる意味あんの。